はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はいきなりコツ持ちウィークの週になりますので、強化暁大付属で、野手をやっていきたいと思います。でデッキの方は特攻キャラであるサイガとサンバ新島ちゃん、この2人を入れてます。でサイガの、金徳1級入魂の骸骨初級が4で取れて、サンバ新島ちゃんの金徳エースキラーの骸骨、対エースが4で取れた状態になってます。ちょっと先にこっちを見ていきましょう。特能の方で、初級骨4とあとは対エース4という形になってます。ここからスタートですね。で他のキャラを見てみると、で俺はあんまりね暁大付属強化の野手が得意じゃないんで、暁スッスを入れないとねちょっと打倒が難しいんですよ。なので暁スッスの PSR プラゴをお借りしてます。でそうするともうここですでに打撃が3人になってるんで、まあ、技術がねちょっと余っちゃうかなという印象を受けるので、今回は総力アピールで来てます。総力キャラを入れてないのでちょっと敏捷ポイントがねかなり心配なんですけれども、一応総力アピールできて、まあ、敏捷はちょっと捨てる感じになるかな。でミートを上げていきたい関係で、まあ、精神もちょっと稼いでいきたいという形で、精神キャラとして能見さんを入れてます。であと最初にやっぱ余剰をね打倒したいんで、まあ、二遊間の、ポジションを持っている。まずね能見さんはそもそも二遊間持ってるんで、精神要因として入れてきたんですけど、まあ、まともですね、まあ、まともの方はちょっ と、パワーヒッターを持っている関係 と、守備が二遊間という関係で、今回連れてきてます。とあと筋力要因で大谷くんですね。で大谷くんに関してポジションは、まあ、投手 と、外野がついてますので、まあ、外野要因というところですね。まあ、投手に関しては一応スッスの方で追求できれば上がってはいくし、まあ、もともと投手はね打倒ポイントが少ないんで、まあ、大谷くんの投手が役に立つかって言われるとちょっと微妙なところはあるんですけども、まあ、外野も持ってるんでね、まあ、野手としての打倒ポイントも下げられるということになってます。で一応ちょっとこれでやっていきたいと思います。で最初からコツがあってメンタルで、あ、新島ちゃんか、いいね。新島ちゃんもね結構評価を上げないといけないんですけれども、やっぱ打倒ポイントを優先しているとねクリスマス間に合わない可能性も出てくるし、あんまり新島ちゃんを追いすぎると今度打倒ポイントがね微妙になってくるっていうこともあるので、まあ、ここはいいや、もう一気に追求しちゃおう。で追求がある関係でコツは5で掴んでいっていいよね、とりあえずは。でまたコツ結構来てるな。あ、スッスだ、よしこれはやっていきましょう。よし、アベレージヒッターで、ここは余剰にします。まあやっぱりねスッスが広角打法を持っている関係上できればパワーヒッターもね取っていきたいんで、でそうするとやっぱりパワーヒッター取れるのは大谷くんはね、パワーヒッター持ってないんで、まあ誰かなとちょっといろいろ見ていたところ、まあやっぱまともが安定するかなと思ってまとも入れてます。やっぱまともはねちょっと金徳に不安があるんですよね、野手の場合は。さて余剰優先で下げていきますか。ここは一ノ瀬とかねもうマイナス4だからねすぐ終わるよね投手は。本当は暁守るっていうわけじゃないけど、怒り守るを残しておきたいっていうのもあるんだけど、やっぱ打倒ポイントの関係上ね結構すぐ減っちゃうんだよね。なのでもう割と多分早めに倒しちゃうと思います。もう1回くらいちょっとね二遊間追求しておきたいんだけど、来たね友沢か、やろう11パー OK。 あとそうカロリーバーが配られてるからカロリーバーを使ってもよかったんだけど、あ、回復できるね。これちょっと精神を取っていきたいんで回復しつつなだめる。でムード丸で大谷くんに関しては今回は精神的支柱を取っていくんで、まあその骸骨にもなるというところですね。でこれ受けない、体力がない。一応コツが誰なのかを見て
ちょっとどっちになるか分かんないから二遊間追求しておきましょう。アベレージヒッター、これマックスだな。これは下でいっか。ちょっと経験点を狙っていく。あ、でも技術が多いのか。これってさ、上と下どっちがいいの？ちょっとよくわかんないけど下でいいや。でまたちょっと余剰を追っていきます。二宮もマイナス6か。友沢だけやたら進んでいくな。スッスも割と進みが早いな。これ何、どっちがいいの？気分転換。やる気が下がった。なんで気分転換したのにやる気が下がるんだよ。あ、友沢だ。これちょっともう一回やっときたいな。やっぱマイナス3、時間かかるよね。スッスはやっぱ強いよね。PSR のプラグをお借りしてるんで練習効果30がついてるんですけど、ちょっとここカロリーバー使用して友沢と練習をします。で友沢をもう一回追求します。二宮なんてあと1回練習すれば打倒できるし。あ、新島ちゃんね、これどうす、超回復したいけど次どうせ追求するからいいや、回復するんだ。ゲー、失敗しやがった。ヒーじゃねえよ、本当に。ゲ、また友沢だ。二宮最初に倒すとどうなるの？ちょっと分かんねえ。分かんねえから追求しとこう。あ、敏捷結構稼げるんだ。そうか、変化球を持ってるからね。それは悪くないな。ここでさらに回復できる。ダメ。これはダメ。ダメ、安定。危険、ダメ、絶対。六本木とかすっげえ増えてんだけど。で微妙な体力量だね。また野海さんか。二宮が倒せるっちゃ倒せるけど、ここで余剰が倒せるんだよな。もう使う、バンバン使っていこう。使えるときに使う。ほい、新島ちゃんの強化もね上げられるし、もう11月に入っちゃったし、チームメイト評価が上がるんで、よし。で六本木は次倒したいかな。怪我は微妙だな。新島ちゃん3か、 11% か。どうすっかな。やろう。次はもう無理だね。精神だけ見て、精神やるか寝るかって言われたら寝ておくか。本当はデートができれば一番いいんだけど、もう11月の4週。そもそも新島ちゃんまだ、ここはどうする。新島ちゃんの評価上げを兼ねて、まあ、監督評価も上げつつ、監督評価はでもあんまり気にしなくても大丈夫か。打倒してれば上がってくんだっけ。お、焼肉だ。これ結構いいよね。で最終的に絶対残したくないキャラ、絶対残したくないキャラはまず八島でしょ、とあと五十嵐だね。で七位もね、七位一級入魂だよね。七位かぶっちゃうんだよな。でもかぶるのはしょうがないか。ここも悪くないな。六本木も倒せるけど、つくもとらないもそんなに減ってないのか。二宮と一ノ瀬は速攻で減らせられるから、ここで六本木を倒しつつ、新島ちゃんの評価上げつつ、七位とつくも。つくもはね、まあ、左なんだけど技術が余りそうだから、最悪技術を吐くっていう意味で、まあ、左を取ってもいいかなとは思ってます。今のところもこのバランスを見た段階でも技術がやっぱり突出して稼げてるんで。さて、まあ、そんなわけでここは六本木を倒しちゃいましょう。で二宮倒して、一ノ瀬倒して、減らして、あ、来たいいタイミングだね。でここでちなみに初級が取れるんで、初級は5になります。であと大谷くんが最後にね
タイエースもくれるんで、タイエースも、5にします。ここ悪くないね。外野3人衆を減らすことができる。五十嵐が減ってねえのか。筋力はね余るわけじゃないんで、大谷君1人なんで、ちょっとね鉄人を取ってる余裕はさすがにないんで、まあ、ちょっと一回ここ減らそう。全体的に負けやがった、まあ、別にいいけど1だから。よし、内閣。あ、会話が早いね。会話が早いと少しなんだ。この後なんか主人公がなんか意見してくると成功で2つかめるんだけど、ここ微妙だな。12月の3週間本当はメンタルでな、誰か減らしたかったんだけどな。かといって練習するのもちょっとこのパーセンテージはもうさすがに強行だからな。もったいないけど1回デートを進めるか。まあ、打倒自体はね6月で終わるんで、7月に集中的にデートすればいいんだけど、ただちょっと空デートがねある関係上ある程度は進めておきたいよね。ぴったりはねやっぱ怖い。あと新島ちゃんはね基本的に体力回復が入ってるんで、デートにそこも結構いいかな。やっぱり暁台の場合は体力回復してもらわないときついからね、ここもやっときたいな。3本松が2しか減らないんだ。五十嵐もそうだけど、あれ、あ、二宮ここか、まあ、7位が6。大谷君まだ乗ってないっちゃ乗ってないけど、打倒すれば評価は上がっていくからな。二宮先行倒しちゃおう。でこれで一ノ瀬もすぐ倒せるでしょ。守る君はねこのイベントとかもあるんで割とポンポン減ってくんですよね。これはゲタイキョウ、すっげー体力下がった、すっげー体力下がったけど回復はしたんだ。ちょっとミートを上げとこう。 D パワーとか E になるかな。よし、弾道は3にしておいて、これで試験に臨もう。あ、もうデートだな。ちょっとすげえ減らされたわ。あと体力量によってマラソンするかどうかは考えましょう。精神とかでね体力回復しつつ打倒ポイント減らす場合はマラソンにも余裕が出てきますけど、試験はサクッといきましょう。これって何点取れれば経験点満点になるんだっけ。30点でいいんだっけ。さっき27点だったけど、で1の専門家ってか走塁が上がってくな。別にしょうがないけどさ。あ、ここ悪くないね。八島とか先に倒しとく。まんべんなく減らしておくっていうのも結構重要だからね。3本末に五十嵐とかまだ16あるからな。五十嵐ってどこだっけ、サードだっけ。サードって誰が持ってんだ、このメンツだと。サイガか。よし、ヤシマ倒しといて、うお、つくも、お、ヒガラシ下がった。よしよしよし。でマラソン一応練習を見つつ、つくもがさっき増えたけど、守るくんが倒せるね。どうしようかな。新島ちゃんのコツか。新島ちゃん外野だからな。外野はもう大丈夫なんだよな。できれば雑賀とかが来てほしかったけど、ここも別に減らせられるわけじゃないからね。悩むな。デートするのもなんかもったいない気もするしな。
普通に練習して、松雲もまだ11あるからね、ここを減らしとこう。守君はね、できれば残しておきたい、残しておきたい。ここでまた体力減るし、ちょっとマラソン無理だね、これ。この体力でやったら確実に死ぬ。さよなら。で、マイナス7か。減らしておく？減らしとこう、ちょっと1の瀬倒そう。あ、ダブルタックになってた。打倒の方を気にしちゃうよね。まあ、怒り守るが増えるのは全然いいんで。これって体力減るんだよね。2月の1周は練習しときたかったんだけどな。ここで体力減らされるとちょっと厳しい。災害が来てる。いや無理だ、もうカロリーバーを使いすぎた。監督評価何気に低いんだけど大丈夫俺。打倒で別に監督の評価上がんなかった。そういえば割と監督評価下げる行動してるからな。虫歯にならないこと。 OK2 か2か。つくもも倒せるといえば倒せる。ちょっと待って、あと何人？ 1,2,3,4,5 残り3人になると倍になるから、三本松と五十嵐が今厄介だな。つくも倒すとなんか誰が上がるんだっけ。七位とかが上がるんだっけ。つくもも倒すと結構厄介なんだよね。まあいいや、やっとこう。走塁？走塁ばっかだな、誰もいないのに。あ、五十嵐上がった。七位も上がったわ。なるべく、そうだよね、なるべく平均的に下げていかなきゃいけないっていうのあったけど、突出した人がいるとね、倍になるところが厳しいんだよね。ここどうしよう。まあムード持ってるけど、ムード取っとこう。体力上限を上げるという意味でも。でここは追求しよう。広角打法、一塁三塁、一塁三塁ってちょうどあれ、足りない人たち、足りないっていうか、あーいいね、友沢二遊間か。メンタルって三本松を減らせられるのか、ちょっとメンタルやろう。で今3月でしょ、どうだろうな。なんかちょっと余裕があるってわけではないよね。ここで、五十嵐が4、七位は6、五十嵐を減らしておく。だ走塁レベル5だからさ、便所は結構稼げるね。まあ、3人、イベキャラがいるけど。お、いいね、いいね、いいところで来てくれたよ。本当にこの体力すげえ回復してくれるやつ。で、強いメンタル。で、コツ。才賀か、やっておきてえな、才賀は。やっぱり、いやー、能見さんいいな。34-34ってすごいね。大谷君は投手と外野でしょう。もう大丈夫は大丈夫なんだよな。13上げとこう。ちょっとここ才賀にしよう。固めって取ったっけ。まだ取ってないよね多分。よし、ここは練習になってくれた方が嬉しい。うん、次回復できるとはいえどうしようかな。上げとこう、体力上限を上げとこう。ゲー組一緒になりやがったし、しかも。で追求。あれ、広角打法も全然使ってなかったんだ。で4月か、もう4月か、時が経つのは早いな。五十嵐6、三本松5。よし、これでちょっとだいぶ落ち着くかな。その分七位がなんかちょっと増えてきたな。はい、いや、
まあ、現実的な話をすると2人打倒が、まあ、一番現実的だよね。3人になるとちょっと厳しいんだよっていうか、不眠症厄介だな。寝て直してえな、これ寝て直したい。よし、 OK。 いやる気が下がって終わった。で、守くん倒すと何人？倒すと3人か。3本松もう一回下げときてえな。そうすると7位も下げたいな。3本松どこにいる？いねえし、そもそも全然人いねえじゃん。マジか、マジか。じゃあメンタルやっとこう。やばいな、もう5月になるぞ。しかもさ、全然能力上げてないけど大丈夫？割と余ってんな。技術あふれてるわけじゃないけど、もうミートは結構上げてあるからな。とりあえずミートだけ優先してあげとこう。でパワーはとりあえず C くらいまで持っていって、総力結構高くね、56万の初期値で。あと外野なんでまんべんなく上げておきたいと。能見さん入れてるから精神もきついわけではないけど、すげえな、ダブルタック。やっぱスッスだな。スッスの技術ポイントが半端ないんだな。ただ今はちょっと打倒優先させたいんで、7位か。7位もなんだかんだで7位もなんだかんだで余ってんな。ちょっとやろう。こっからはね、もうほんと平均して下げていかないといけないんで。よし、いい経験点、ほんといい経験点だよね。まあ、ちょっと久々にここは自分の打席をプレイしますか。サクッと。今負けてね、ちょっと7位のカウントがもし上がっちゃうとつくもか。これさ、外野って誰が出てくんの？よくわかんないけど。あとコッツ関係もなんか全然取ってねえな、そういえば。5でしょ。チャンスメーカー3でいいよね。いや、ちょっと残しとこう。何が来るかわからない。タイエースも残しとく。精神的支柱はまあさすがにいいか。いぶし銀とかあったっけ？能見さん何持ってたっけ？あれ、新島ちゃんまだ何気にインコースくれてねえんだ。残しとこう、これは。で、で3本松7位。ちょっと一回スース打倒してえな。打倒じゃねえや、追求して。もうちょっとカウント増やしたい気がすんな。まあいいか、11にできんの。11っていうか、いや、こっち。受けると。後半に盛り返した。あ、60くれる。これってなんかさ、五十嵐とか特に差があるとかないのかな。3本待つ。7位がすっげー増えるんだっけ、そういえば。ちょっと待って、ここ1回デートしておこう。やべー、もう5月の2週だよ。だから野手はね、難しい本当に。6月の1週までにはできればな、2人にしておきたいんだけどな。この2人はもう、あ、守くんまだあれか。あ、しかもスッスがいるからこれになるのか。五十嵐守で7位3本松だな。ちょっとこれは
五十嵐はだって残しておく必要はマジでないからな。7位でも12になるの。守君足すと7位下がるんだっけ。え、どうする。これ4減らしておいて全員一応最悪最悪っていうか最高4人打倒が狙えるようなカウントにしておくか。え、7位6か。5月の3週か。超厳しいな。いや、7位減らそう。ちょっとなんか体力回復イベントってもう残ってないよね。で、五十嵐が倒せんのか。ちょっと回復しつつ五十嵐を倒そう。五十嵐はマジで残しておく意味がないから、ここで倒しておくでしょ。で、そうすると3本松は下がるのか。これ守くん今いくつだっけ。いや、よくわかんない。頼んどこ。守くん上がるんだっけ。まあいいや。5 4、3人だとちょっとマジで無理だぞ。守君を倒しておく。守君を倒しておいて7位3本松か。7位を倒すと3本松が上がるからね。やっぱ現実的に考えるとそうだよな。もう6月だからね。3人はちょっと無理。ゼフのカウントが2上がったとか。で、1球入魂掴んで、ここからだな。3残りか。3か。ってことはまあ普通に練習すれば何の問題もないな。何の問題もないけどな。デートをしちゃうか。これはもうちょっと最後まで2人だと狙います。残り2回で全員打倒できなかったらもうしょうがないよ。それはそれで、そういう高校なんだから。だって7位と3本松片方ずつ倒すと爆上がりするから、もう無理だよ。ここから1人ずつ倒してやるっていうのは現実的じゃないんで、最後にかける。あ、これあったね。もうあんまりやる必要ないんだな。広角打法持ってるし、やらない。無理はしない。さて、最後1人、どっちにする。守備レベルでも上げとく。ほい、タック組めるしね。いやー、もうちょっとやっぱり早めにさばいときたいよね。8上がったとか。さて、ちょっとポイントが溢れそうなんで、ミートは A にしておいて、これは B にしておいて、敏将意外にあって、ちょっと肩と守備を上げて、で、あとは特能とかも振っていかなきゃいけないんで、ちょっと置いとこう。メンタル、いや、メンタル強いな。能見さんほんといいよね。スッスはスッスでかなり強いけど、ちょっとここはあと、どうせデート何回だっけ。どうだ。ゲー失敗してない。よし、精神ポイントな。切磋琢磨で使うからね。まあ、きっと取れなかったからいっか。
これでね、スッス入れてこれだから、スッスいなかったらもうマジで無理なんだよ。ここすっげえな、やっぱり友沢もいるから技術はすげえな経験点的にはあとデートちょっと何回目か見よう。残り1回だよね。よし、じゃあやるやるやる、練習する。何気に敏捷ポイント多めにくれるのが嬉しいな。この時期にさ、テストなんてもういいじゃん。期末テスト終わってるでしょ、7月の2週なんて、うん、技術は稼げるんだ。多分ちょっと技術はいいや。サイガもいいからちょっとデートを終わらしちゃおう。終わらない可能性があるからね。よし、かなり掴んだ。アバタ君も打っていきましょう。そっか、甲子園でのマモルくんのイベントも発生しないのか、今のままだと。メンタルをやっとくか。ここで甲子園は多分ずっと練習できるよね。コツが来てる。あと新島ちゃんなんだよね。内角のコツが欲しい。一球入魂はもう取っちゃうでしょう。チャンスメーカーも取っちゃうか、規約も取るか。エースキラーは残しておく。まだ対エース減らせられるんでまあその4から5になってどんくらい減るかって言われたらちょっと大したことないと思うんだけど、まあ一応ね、減らせられるのが確定しているのであれば置いておきましょう。18、18、18か、覚えとこう。いぶし銀も能見さんどうだろうな、一応残しておくか。で、内角は全然取れる可能性があるんで、で競争士は持ってる人いないんで取っちゃうでしょ。コツ的にはこんなもんか。さて誰、あ、新島ちゃん来てる。やろ、よし、インコース OK。 でインコースはどうする。特にいい練習がなかったら追求するか。でなんかタックが来てれば普通に練習してインコースは3で掴みましょう。よし、じゃあ試合です。一ノ瀬が降板した後、大谷くんが投げてたんだけど、守くんの出番ないな。てか何もねえし、これだったら追求するか。コツ取りつつ経験点をもらっていく。さて、じゃあ内角も取っちゃいましょう。技術がやっぱり余ってんな。敏捷ポイント意外に稼げてんな。予想してたより全然稼げてんな。総力も B だしね。ちょっとじゃあ肩上げて、守備上げて、一回オール B までは揃えておくか。で、そうすると精神が足りてないのか。まあ、ミートはもう A だから、ちょっと止めておくか。まあ、困った時の打球伸びがあるんで、まだ。
あれ結構経験点稼げんな。あ、そうか、大谷くんが試合経験点ボーナス持ってんだ。そういえばここは大谷くん、大谷くんレーザービームとかなんか欲しいな今思ったけど、やろう。はっ最後の最後に最後の最後に来たね。もうこれはちょっとね、やり直さない。もう動画撮ってるんで、ここまで来たらしょうがないよ。もう続ける。夜も遅いし、こっから撮り直す気力はないんで、すっげえ下がったな。ちょっと待って、どんくらい下がったの。いや、まあ普段ならね、もうリセット案件なんだけど、弾道も下がるんだ。弾道下がって、ミート10下がって、パワー10下がって、総力15下がって、経験点的にはいくつ下がってる。だってこれ総力と守備だって15下がるんだ。いや、これはなんかひどいね。こんなにひどかったっけ。すぐさ消しちゃうからさ、あ、爆発したみたいになると。だってこれで30、30、30でまず90使うでしょ。で10上げるのに160の120の40。いや、すげえ使うわ。これ1000ポイントくらいさ減ってるんじゃん、そのポイント換算すると。上げるのにまず60、60、60、60でしょ。だっていや、これは戻せねえし。いや、分かんねえからいいや、ちょっと置いとこう。ちょっと全ての経験点をかき集めてから考えよう。久々の騎馬だったからちょっと打てなかったわ。そして集中力もだいぶ欠けてるからね、もう。いや、でも逆に、なんていうの、打倒できなかったから、これはこれで諦めがつくよ。でもさっきみたいにさ、なんか万が一4人打倒できてたらで進めててさ、4人打倒してさ、最後にこきってきたらさ、そっちの方がショックだよね。8000。そうなんだよね、やっぱ打倒できないとちょっと厳しいよね、経験点的には。だって戻すだけで、戻すだけでポイントなくなるよ。筋力が微妙だな。一回戻す。いや、このポイントほぼ使い切ってるからな。じゃあ、あとはいぶし銀内角。あれ、エースケアって取っちゃったんだっけ。取っちゃってあるね。まあいいや。まあそんなもんか。じゃ打球伸び取って、意外に便所余ってるから速攻でも取って、なんかすげえバランスが悪いな。プレッシャーラン取って、勝った。守備もういいや。いや、もうしょうがないよ。こいつはもう死んだから。甲子園に来て死んだから、よく最後の試合頑張ったよ。ホームラン打ててないけど。まあそんなわけで、振り返ってみると、特攻キャラの雑賀と、まあ、新島ちゃん2人入れるとして、であとは暁スースーを入れるかどうかですね。今回まあ自分はそんなに立ち回りが全然上手くない方なんで、そもそも打倒も苦戦してましたけど、暁スース入れてこれでしょ。だから俺はもうちょっと暁スース入れないと多分野手は打倒が本当できないんで、もし新島ちゃんと才が両方入れるってなると、そこに暁スースが固定になるんで、要は打撃の3人が固定になっちゃうんで、他のメンツをどうするかですね。
で一番最初にやっぱり余剰は倒しておきたいんで、二遊間のコツも、まあ、今回2人出ましたけど、まあ、最低1人は欲しい、二遊間持ちで。そうだね、敏将ポイントは今回捨ててても、敏将に関してはそこまできつきつなイメージはなかったんで、まあ、総力アピールにしていけば、まあ、敏将は多分なんとかなる。その敏将キャラを作りたいってわけじゃなければ、まあ、大丈夫というところなんで、あとは技術ポイントをどう入っていくか今回はね、死んだから、まあ、ミートとかに回したんですけど、だまあつくもとかでね、まあ、もしかしたら余った技術ポイントを吐くっていうのもいいかもしれないですね。まあ、今回筋力が1なんで、まあ、筋力系の筋トクは厳しいから、さすがに鉄人はね、無理なんで、五十嵐を残しておくのはまあないと。であとはやっぱり立ち回りですね、まあ、そこら辺の立ち回りをしつつ、どう回収していくかといったところになると思います。まあ、ちょっとね、暁はやっぱりだからね、投手の方がいいと思う、投手の方が向いてる高校だとは思うんで、ちょっとね、まあ、次は投手でやっていきたいと思います。じゃあこれで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。